ございます。速稼塾の久保です。今回はですね、ある Kindle 書籍の紹介をしたいと思います。それはですね、モテるためにはサウナですよというね、私からのおすすめのキャッチコピーでございますけども、本体はね、こんなタイトルになっております。ゼロからの、はい、もう一回言いますよ、映像が乱れましたんでね、ゼロからのサウナ入門&整い方でございます。やっぱりね、お肌ツルツルになって体内の代謝量を調整して、そして適度にダイエットをして適度にムキムキとなってね、いいボディを作っていい顔、老廃物が外に出てピカピカの顔になるためには、やっぱりサウナで汗をかいて、その後ね、冷たい水でピシャッと体を冷やす、引き締める、この繰り返しが大事なんじゃないかなと私も思っておりました。何を隠そう、1年間パーソナルトレーナーをつけてね、トレーニングしていた私もですね、サウナの重要性ってのはそこでね、結構教わっていたんですよ。ただ残念ながら私の住んでる町にはね、サウナがないんですよ。ですんでね、サウナがない場合どうすればいいかってことも今回私の方からね、お知らせしたいと思います。それはですね、マイカーサウナです。車の中、今炎天下でものすごく猛烈に暑いですね、40度とか50度とか60度に上がる場合もあるそうなんですよ。その暑い暑い車内にあえて入って汗をかく、これがマイカーサウナですね。簡単でしょ、単純でしょ。まあ車がない方はどうすればいいのってことがありますんで、それはちょっとすいません。車に入るときにはシートが汗浸しになるんで、必ずですね、シートにタオルを敷くかナイロンを敷いて、水をね、吸わないように、自分の汗が映らないように臭くなっちゃいますんでね、まあそういうふうにちょっとね、配慮していただいて、でサウナ代わりにマイカーの運転席なり助手席なり入ってですね、で汗をかいた後は家の中に入ってシャワーをピュッと浴びると、それを何回か繰り返すといい感じになるんじゃないかなと、私からそういうふうにアドバイスをさせていただきます。そして今回紹介する本なんですけども、画面を切り替えてご覧いただきましょうか。はい、こちらの方ですね。どうですか、価格はですね、これ私の場合は読み放題で0円というコースもあるんですけども、基本的にここ書いてますね、626円で読めるそうです。でも一般価格は733円なんで、皆さんね、733円をお支払いいただいて、この Kindle 書籍でゼロからのサウナ入門&整え方、モテモテになっちゃってくださいね。これでね、モテモテになるってことは人気者になるってことですから、人気者になったらみんなの銀行みたいなアプリもね、広めやすいんで、あっという間にこの733円は取り返せるという、そんなね、段取りでございます。よろしいですかね。はい、じゃあね、 URL を下の動画欄につけておきますので、この後すぐにURL クリックして購入してみてください。最近本読んでないでしょ、買ってないでしょ、いい機会じゃないですか。今月終わるまでにこの本ちょっとゲットしておいて、あとゆっくりとね、8月読んでみてください。今年の夏の過ごし方はサウナですよ。それでは、いってらっしゃい。